ミュンヒハウゼンのトリレンマは知識、論理などの確実な根拠が得られることはないという懸念を提起する問題である。ミュンヒハウゼン断尺のエピソードにちなんでこう呼ばれる。ドイツの哲学者、ハンス・アルバートが批判的理性論考において、近代的認識論、基礎づけ主義は重足理由率による正当化を前提にしているが、それは 独断論の一種に過ぎないとして批判的合理主義を展開する際に提起された問題である。どんなものでも正しいと言えるためには根拠が必要である。あるもの A が正しいと言えるにはその根拠 B が必要である。また根拠 B が正しいと言えるにはその根拠 C が必要である。また根拠 C が正しいと言えるにはその根拠 D が必要であると根拠を要求すれば。 無限に続くことになるのではないかどこかで、権利や、証明はなくても正しいとみなすといったそれ以上根拠を問えないような理由を立てて1の連鎖を止める場合、その理由自体は、正否が保証されないので確実ではないもし AB、CD の連鎖がどこかで A に戻ってくるならば、循環論法になり無効になるなお、この問題は古代ギリシャの昔から数学者や、 哲学者の間でよく知られたものであり、最初に明確に指摘したのは古代ギリシャのアグリッパである。英米系の認識論では、同じトリレンマを、この問題を最初に明確に指摘した古代ギリシャの哲学者に習って、アグリッパのトリレンマと呼ぶことが多い。名付けたのは、マイケル・ウィリアムズとされる。ただし、ウィリアムズが転居として挙げるディオーゲネス・ライルティオスの ギリシア哲学者列伝の記載を見ると、アグリッパは相手を懐疑主義に追い込む5つの方法のうちの3つとして、無限配信、ドグマ的な過程、循環論法の3つのパターンを挙げている。したがって、アグリッパがこの問題をトリレンマとして捉えていたとは考えにくく、アグリッパのトリレンマという表現には疑問がある。ヒルベルトの幾何学基礎論によれば、 根拠の根拠の根拠のと無限に遡っていくのは有限時間しか生きることができない我々には不可能である。そこで数学では根拠の根拠の根拠のという遡りを有限界でストップし、公理という論理を展開する上で大前提となる過程をいくつか置く。数学ではこれら公理の根拠を求めない。公理は学者の集団の規約として定められる。 これを氷設定のアポリアという。数学における全ての定理は、もし、これらの氷を認めたならば成り立つものであり、氷を認めない場合は、定理が正当であるかどうかはわからない。なお、これら氷は何らかの意味で、正当なものである必要はなく、どのような氷を置いてもよい。数学の標準的な氷系であるツェルメロフレンケルの、氷系とは違う氷を置いた場合、数学が、 どのようになるかも研究されている。ありがとうございます。